な感じで広々としていて、照明もですね、暗めでシックな感じです。おー、ほら落ちてますね。面白いですね。で、安いですね。今イオンのですね、レストラン街に来ています。なんか中見てみましょう。こんな感じで広々としていて、照明もですね、暗めでシックな感じです。ちょっとコーヒー感出てるんですかね。こちらイーズカっていう日本っぽい名前なんですけども、これは多分日本食レストランですかね。おー、なんかラーメンとか落ちてますね。ラーメン、寿司、ワンコラーメン、ワンコそうじゃなくてワンコラーメンになってる。すごい面白いですね。で、安いですね。220円、ラーメン安いですね。ここなんですかね。北米弁当、まさかこれ他弁ですかね。弁当 make better。 他弁があるんですかね。他弁ですね。ただし推しがラーメンになってますね。やっぱ総合的になってますね。いろんなもの売ってますね。ベトナムでもすき家さんは頑張ってますけども、牛丼とかだけではなくてですね、カレー牛丼に加えて、まあ、ラーメンとかいろんなものを成功してるって例があります。こちらケムカツさんですよね。とんかつ屋さん、ここでですね、今日は僕はランチを食べてみたいかなというふうに思っています。タイラーメンさん、ここもあのラーメンなんですね。しかもあの店頭には UFO キャッチャーが置いてあるという。何が入ってるの？プーさんじゃなくてクマのぬいぐるみですかね。こちらのラーメンはいくらぐらいかっていうと、400円から500円ぐらいにラーメンいろいろありますよね。ラーメン人気なんですかね。店内もなんか日本風で、ようこそタイラーメン。お、なんかあそこに書いてますね。日本の屋台の味、いろいろ書いてますけども、日本のラーメンだっていうことなんですかね。日本人がやったとは書いてないけども、日本のラーメンの屋台を継いでやっているという感じなんですかね。まあいい感じで、屋台のコンセプトいいじゃないですか。すき焼きとバーベキューの店。お、またこれ、またラーメン、相撲ラーメン。200円、300円ぐらい。すげえ人気ですね。ベトナムあるんですけど、なんか日本っぽさってのは安易にこう相撲とかつける感じで出るんですかね。ラーメンの鉄板。これもなんかすごい日本っぽいお肉合わせたような感じで。店内を相撲掘りが何かを後ろになんかいるっていう感じ。日本っぽい感じになってます。お、にぎわってますね。ここはローカルのお店ですかね。そしてここに吉野屋さんありますね。はい、牛丼結構いろんな方が食べてます。ネレちゃんは豚食べれないんで牛ということで、吉野さん結構喧嘩されてるみたいですね。一杯で400円から500円くらいですって聞いたことがあります。こういうドラえもんとかだとやっぱり日本っぽく感じます。こちらフードコートです。フライポテト屋さんとかですね、揚げ物好きなんですね。こちらはシーフードキャプチングスモー、またスモー出てきましたよ。スモー好きですね。ゴーステーク、これは鉄板をやるやつなんですかね。鉄板ステーキみたいな、それがベトナムで流行って、他の東南アジアもありますけど、ここではステーキはまだ見てないですね。他はどうですかね。ここは、でもローカルですかね。ローカル料理ですかね。ここから全部ローカルっぽい料理が続いていきます。ローカルっぽい料理が続いてます。ローカル料理続いてますって言ってますけど、これ超ポイントで、あの概要欄に貼っときますけども、ベトナムのイオンは全然違うんですよ。ベトナムのイオンはですね、ローカル料理っていうよりは全部鍋屋なんですね。これやっぱいろんな業態があって、まあ、ローカル料理ってもいろんな店がありながらも、フードコートになってるんですけども、ベトナムのイオンはですね、ほぼ店の8割は、まあ9割も鍋屋。鍋って感じなんですよね。ここもちゃんと普通にいろんなものあるじゃないですか、こうやって見てて。このね、ドリンク屋さんとかスイーツ屋さんとか。でもね、本当にこれこそフードコートって感じで、ベトナムはちょっとフードコートっていうか鍋コートって感じですよね。これあれですかね、丸亀製麺さんね。丸亀さんも結構いろんなとこ入ってるって感じなんで、こういうところに入ってますよね。値段っていくらぐらいなんですかね。値段はやっぱり600円から700円ぐらいしてますよね。まあまあしてますよ。これはベトナムより高いですね。こんな感じで、あ、最後に見つけちゃいましたよ。これはもしかしてクレープ屋じゃないですか。なんで僕がこんなクレープ屋を届いてるかっていうとですね、ベトナムではね、本当にクレープがね、全然売れないんですよ。クレープ屋って業態が成立しなくって、いろんな人がやっては潰れ、やっては潰れってことですね。なぜかっていうと、ベトナム人って甘いものあんま好きじゃないんで、こういう生クリームをいっぱい食べるみたいな文化がないんですよね。ベトナムに売れるものっていうと、大体こういうスイートコーンチーズ、これ絶対ベトナムでトップナンバーワンですね。ツナとかね、こういうソーセージとか、こういうの売れるんですけど、甘いもの売れないんですよ。
売れないとしても、こうやって業態としてイオンのフードコートにクレープが残ってるっていうこと自体、僕の中では驚愕の事実っていう感じですね。国も違えば全然食文化も違うっていい例かなと思います。なんとですね、インドネシアでも複数店舗展開されてるキムカツさんに来たんですけども、ここ見るといろんな国に展開されてますよね。東南アジアだとインドネシア、シンガポール、タイ、台湾、これ展開してますよね。でですね、僕が思ってたことなんですけども、メニューがイスラム教の国なんで、ビーフカツとチキンカツになるんですけども、この辺ですね、アラカルトで500円ぐらいで、セットで600円ってことで、これ結構ね、お手軽な料理なんじゃないかなと思うんですよね。というのも、ベトナムだとコード食べると、まあ、日系のレストランで限っちゃうんで、2倍ぐらいするって感じがするんですよね。この辺もカツ丼なんですけども、まあ、アラカルトで600円ぐらい、カツカレーも同じように700円ぐらいってことで、お手軽だと思うんですよね。すごいですよ、俺。カツプラッター、どんだけカツ食べるんだ。いろんな味があるんですね。牛カツね。今、日本でも牛カツ、観光客、訪日観光客に流行ってますよね、牛カツ。日本人はもう食べない気がするんですけど、海外で牛カツ流行ってますよね。あとですね、このアパタイザーで揚げ餃子が来たりとかですね。あと、ここにあるようにコロッケとか。この辺ポイントだと思ってて、節が出てくるんですよね。もう、ここももう節押しっていうことで、平均の計測項としてですね、業態1個に絞らないってことだなと思うんですよね。専門店買って、海外では難しくて、お弁当もありますよね。だからこういういろんなものを売っていくっていうこと、もうこれスイーツ、いやーこれ好きなんですかね、スイーツね。ベトナムじゃ食後にケーキとか食べないやつがありますからね。話は戻るんですけど、一つのものじゃなくて、まあ、寿司もあるし、まあ、いろんなものがあるってことが非常に重要なのかなっていうふうに思ってます。これもやっぱりキムカツさんが今いろんな国に展開されてる中で強みだし、インドネシア人にも愛されてる理由なんじゃないかなと思ってます。ってことで来ましたじゃん、めちゃくちゃうまそうですね。ほんともう日本そのままって感じですよね。このキムカツさんの推しのミルフィーユのトンカツもレイヤーが綺麗に出てます。ごまもですね、こちらお好みで自分で入れるパターンですね。こっち入れて自分ですりつぶすって感じで、あとはもちろんソースもありますし、ドレッシングとさっき出てきましたけど、これごまだれですよね、絶対ってところで。はい、これが食べていきます。というわけで今回のインドネシアのイオンモール編、いかがでしょうか。ベトナムとインドネシアもちろん国が違うんで、まあ中身も違うと思うんですけども、同じような部分もあるし違う部分もあるということで、こちらも一応ベトナムベースで、ベトナム人の食生活、食文化とか好きなものとか嫌いなものっていうのをベースにしてるんですけども、それをベースにですね、同じイオンを代替してみるとこんな風に感じられるのか、同じところもある違うところもあるっていうのが分かってですね、非常に面白かったです。最後ですね、今私カフェにいまして、やっぱりねイオンとか荒木箱で疲れるんですよ、こういうロケって。その分面白いと思うんですけどね。その最後アンドレッシャーの名物ですね、チョコの入ったとインドネシアの有名なコーヒーをですね、ラテを飲みながら反省会しながら終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。